ちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は椿のお花と折り紙で簡単に作る可愛い菊の花を作って新春の飾りにしたいと思います。椿の色の色画用紙を準備します。セロテープなどの丸を利用して5枚花びらを描いていきます。さらにこの半分ぐらいの、大体でいいです、どんなものでも構わないです。丸いものであればこのちょっと小さめの丸を1枚描き写していきます。大きな丸が5枚と小さな丸を1枚切りました。大きな丸を花びらの形に切っていきます。半分に軽く折り曲げ、下の方をちょっとキュッとこう折って、下の方だけ折り筋をつけました。で、全体の直径の3分の1ぐらいのところまで折り筋に合わせて切り込みを入れます。大体で結構です。そうしましたら、この上の方ですね、この真ん中の軽く折れているところに合わせてハート型の上のような形に切っていきます。これも大体で結構です。このような形に切れました。あと4枚も切って5枚ともこの形にいたします。花びらを立体的な形にしていきます。お箸のような丸い棒を用意してください。これで花びらの先をカールしたいと思います。先ほどちょっとこんな風に折りました。くるんと裏に向けて折り山の方を上に向けてください。そうしましたら、このハートの上のあたりをこの箸に合わせて丸めていきます。こんな感じで、まあ、やりやすい形で結構ですので、くるんと両側を、こちらから見ると谷の方から見ると向こう側にカールいたしました。で、そうしましたら、この下の切り込みを入れたとこですね、ここの片方に糊を塗って、まあ、この辺り三角形に糊を塗りました。で、こちらの糊の塗ってない方をこの上に重ねるようにしてペタンと貼ると、このように立体的な花びらになります。これを5枚とも同じように作ります。小さく切った丸に立体の花びらを貼り合わせていきます。裏を向けていただいて、先ほど貼り重ねたところのあたりの裏にこのように糊をつけて、で、大体この端がこの小さな丸の真ん中あたりに来るぐらいのところでしっかり貼り合わせます。そうしましたら、2枚をこの先ほど貼ったところの斜めの下の両側にこのような形で貼っていきます。最初に貼った花びらと2枚目3枚目は3方向というよりは少し2枚下に重ねたような感じに貼ります。残りの2枚をこの左上と右上に貼っていきます。5枚の花びらが貼れました。椿の花の中心を作ります。黄色の色画用紙を4センチの幅、
21センチの長さの長細い長方形に1枚切って用意します。これをこのように細長くなるように切り込みを入れていきます。適当な幅の適当な長さで構いません。最後まで切ってしまうと全部切り落ちてしまうので、最後のあたりまでは切らずに、このように細かいフリンジのように切り込みを最後まで入れていきます。切り込みが入りましたら、お箸のような丸い棒で少しカールをつけていきます。このようにお箸にそーっと当てていただいて、先の方がお箸の丸みに、棒の丸みに合うように指で曲げてくるんくるんとカールをつけていきます。この下の部分に両面テープを貼っていきます。まずだいたい全体の真ん中のあたりまで貼って、最後のところも貼っておきます。剥離紙を剥がします。ペットボトルの蓋に巻きつけていきます。ペットボトルの蓋の塞がっている方ですね、これを下にしていただいて、両面テープの接着面を蓋に当ててくるくると巻いていきます。これでできました。少し指で何本か広げると自然な感じになると思います。ペットボトルの平らな面に両面テープを貼り付けます。蓋から出てしまったところは中に折り返しておきます。そうしましたら、先ほど作った花びらの中央のところに貼り付けます。貼りにくいようであれば、このような棒のようなものを中に入れてしっかり押さえるとしっかりつきます。これで椿ができました。椿の葉っぱを作ります。この椿に合わせて、だいたいこのくらいの大きさにしたいなと思う大きさに、緑色の色がよしを切って、半分に折り、ぺちゃんこのかまぼこ型に切っていきます。このように山のように切っていって、でこれで葉っぱの形ができました。お好みで丸い棒を後ろに当ててもらって、少しカールさせると、このつるんとした葉っぱの形になります。菊の花を作ります。菊の花にしたい折り紙を準備して、色のついている方を外になるように半分に折り曲げます。折り曲げましたら、紙の端からだいたい1から 1.5 センチぐらいを開けて切り込みを入れます。太くなったり細くなったりしても構いません。このように切れました。そうしましたら、これを広げます。で、片方の端っこに糊を塗ります。片端に糊を塗りました。そうしましたら、こちらから1センチぐらいですね、白いところが見えるぐらいのあたりにずらして折り曲げて、ペタンと貼ってきます。でこんな感じに貼れました。
い部分は切ってしまいます。少し丸くなっている方を上にして、下からまた1センチぐらい、大体で結構です、のところに軽く折り目を入れていきます。これを2枚作ります。折り曲げたここに糊を塗っていきます。端っこのところ少しですね、残していただいて、途中から糊を塗ります。そうしましたら、お箸のような丸い棒を準備していただいて、ここに巻きつけていきます。で、糊が塗ったところから貼れるような感じになってきます。もう一枚の方は端から端まで糊を塗ります。で、先ほど巻いたもののここのとこですね、上に重ねてくるくると貼っていきます。これで出来上がりです。模様折り紙で飾りを作ります。まずはこちらの扇子のような形を作ります。半分に折って、さらにこの真ん中の折り線に合わせて上下を折ります。で、3本折り線ができましたら、この折り山の方に合わせて紙端を持ってきます。で、この折り山と折り山を重ねるように折って、もう一度同じように折ります。で、最後も同じ幅に折っと、このようにギザギザと蛇腹に折れます。で、これを真ん中のあたりで折り曲げて、先を揃えてこうします。で、ここの空いてるところに糊をつけて、紙端に糊をつけて、でパタンと閉じて貼り付けます。これで扇子の出来上がりです。蝶を作ります。作りたい大きさに紙を切ります。ちょっとだけ横長の正方形ぐらいの感じでしょうか。こちらを白い面が出るように半分に折ります。そうしましたら、軽くさらに半分に折って、だいたい真ん中の位置を確かめます。この真ん中から右上の角に線を引きます。少し丸くした方がいいかもしれません。で、こうしましたら、これより少し下のところから、だいたいこの下の辺の真ん中のあたりまで線を引きます。で、この横から、この書き始めたところからですね、横の位置から真横に線を書いて、で、ここよりもちょっと下に向かって線を書きます。で、ここ蝶々の下の羽にいたします。で、ここは上の羽にいたします。このようなガイドを、ガイドに沿って大体で結構です。切り込みを入れていきます。そうすると、このような形の蝶々の形ができます。で、もしですね、ここの形を変えたいようであれば、少しここから切って直していただいてもいいかと思います。箱に詰めるときに、
隙間にこういったものがあると便利だと思います。適当に切っていただいて、糊を塗って端っこを丸めるだけで、好きな大きさの隙間を埋める紙ができます。水引きも入れると素敵だと思います。このように少し縛ってあげるだけで素敵な飾りになります。このようにお菓子の箱やお重に詰めるだけで素敵な新春の飾りになります。こういった何かのいただいた紙の箱などにこのように椿だけ詰めても素敵ですね。ちょっとここに菊も入れましょう。このような感じです。開けるとお菓子みたいに出てきます。お菓子の空き箱に詰めて、このように和菓子のようにしても可愛いかと思います。いろいろアレンジしてみて楽しんでください。